から長野のお家に帰りたいと思います。中2の時に帰った以来なんで約4年ぶりに帰るんですけど、すごくワクワクしてます。長野県佐久市に着きました。やばいですやばいです、雪です。ちょっと待って、じゃじゃーん、真っ白。なんかもう久しぶりで、どうしよう、お家に帰るのドキドキします。到着、のんびりしてきますか。見て見て、これはリサが幼稚園の時の写真です。これは銀河、かわいいでしょ。2階に行くとリサの部屋があります。4年ぶりに入る、ドキドキ。じゃじゃーん、ここです。やばい、これ4年前と変わらないよ、どうしよう。これはね、幼稚園年長の時のリサです。もうだって写真とかも色あせてるからね。今から銀河の部屋に行って、多分寝てると思うんですけど、行ってみたいと思います。寝てます。ピヨーン。蔦屋にやってまいりました。私たち仮面女子の元気だね、あるかな。今コメント書いてます。仮面女子の CD ありましたよ、長野県にも。はい、コメント書きました。お店に飾ってもらいたいと思います。ということで蔦屋、佐久野沢店に行ってきました。佐久でもこうやって自分の CD があるってことがすごく嬉しいなって思いました。ということで、もう1店舗行ってきたいと思います。見てください、仮面女子こんなにも展開されてます。やばいよ、めっちゃでかく書いた、これって書いとこうこれいやすごい効果ですね、嬉しいです。たくさん、もしかしたら友達とかも見るかもしれないので、すごくワクワクしてます。はい、これはみんなのご飯なんですけど、これがリサのです。みんなのね、よし、あ逃げた、弟の銀河です。ねえ、身長なんとね、同じくらいの、ちょっと立ってみ、ほら見て、162あるのよ、こいつなんかちょっとでかいの。おい、お姉ちゃんの方が勝ってる絶対宿題やった？あんまりやってない緊張してる、いつもこんなんじゃないんだよ。久しぶりに会ったら痩せてたね、ビヨーン久しぶりに兄弟で喋るわな。はい。おばあちゃんです。何やってんの？おーい。どうやらカメラに映りたくないようです。寒いからもう寝る。あ、これね、ベッドなんですよ。じゃじゃーん、明日6時に起きておばあちゃんのご飯食べて東京に戻ります。おやすみなさい。大好き